シアターザ平面図。コモンスーアーは、現在のカーテン通り、ディッチフロムザホースポンドは、現在のニューインヤード。シアターザは、このロンドン道路地図の右上部に掲載されている。シアターザは、エリザベス町の時代にシティオブロンドンのすぐ外の小ディッチにあった、イギリスルネサンス演劇の劇場である。イングランドにおいて、レッドライオンザに次いで2番目に作られた、常設のもので、 初めての成功した劇場である。座長俳優のジェームズ・バーベージュによってホリウェル通りの一座の家の近くに建てられ、演劇上演のためだけに作られたロンドンで初めての劇場であると考えられている。シアターザーの歴史には数多くの重要な劇団が含まれ、その一つ、ジェンバレ連峡一座は俳優兼脚本家としてシェイクスピアを雇用したことで知られている。 シアターザは1598年に地主との争いで解体され、その木材はバンクサイドのグローブザ建設に使われた。1572年、ロンドン市長とロンドン市は、ペストの流行に対抗する手段として、見知らぬ者同士の群衆を集客することを望んで、おらず演劇の上演を禁止した。1575年には、正式にロンドン市から、 すべての俳優を退去させた。この施策は、ロンドン市の管轄外、小日地のホリウェル・リバティ、後には、クリンク・リバティや、農村部のサリーにあるセント・ジョージ農園の公的な、娯楽地域の近くのニューイントン・バッツでの劇場の建設を促した。シアター・アザは1576年に、ジェームズ・バーベージと彼の義兄弟で、レッド・ライオン・ザのオーナーであった、ジョン・ブレインとの連携により、 元は解体されたホリウェル修道院の敷地であった場所に建設された。ブレインはシアターザ建設に必要な資金をバーベッジに渡しており、利益の一部を受け取り、資産の一部を所有することとなった。またバーベッジはブレインの娘エレンと1575年に結婚していた。シアターザはシティオブロンドンの北の境界線を越え、 ロンドン市の管轄外であるショーディッチにあった。市当局はしばしば演劇に対して反対の立場を取った。罪の郊外と呼ばれるところにあるこの地域は、わい雑な雰囲気や売春宿、賭博宿で悪名高かった。一年後カーテン座が近くに建てられ、この地域はロンドンで最初の演劇、娯楽地域となった。ブレインとバーベッジは書面での契約を結んでいなかったため、 後に、どちらがどれだけ出資したかをめぐって圧力が生じた。シアターザの建設が進行している間中、バーベジーとブレインは互いに対する負債を積み重ねていた。その状況を打開するために、彼らはシアターザの建設を続けるための計画を立案した。ジョンハインドはシアターザ建設に係る再建者の一人だったが、彼はバーベジー及びブレインとの間に、 彼らのために俳優を手配するという契約を締結したこと以外ほとんど知られていない。彼らの計画の一つは、シアターザーの建設中に次の建設の資金を得るために上演を行うことであった。バーベッジの息子は後に、シアターザーはロンドン都市圏における最初の常設の劇場であると主張したが、そうではなかったのかもしれない。 ニューイントン・バッツの劇場は早ければ1575年に建設されていたかもしれず、確かに俳優のジェローム・サベージは、バーベージが小ディッチで土地を借りる3週間前の1576年3月25日に、借地契約を更新している。ニューイントン・バッツの劇場は明らかに1577年のレディデイまでに完成しており、ジェローム・サベージが最初から建設したのではなく、 リチャード・ヒックスにより建てられた既存の建物を利用したことを示す有効な書類が存在する。シアターザのデザインは俳優による演劇や熊攻めのためのスペースを提供していた宿屋のものを活用したのかもしれない。建物は中庭を囲む3つのギャラリーを持つ多角形の木造建築だった。多角形の面の一つからは張り出しステージが突き出していた。 シアターザーの建設費用は700ポンドと言われており、これは当時としては破格の金額であった。ステージ前の中庭には石畳が敷かれ、1ペニーを支払った人たちのための立ち見席があった。さらに1ペニー支払うと観覧席で立ち見することができ、さらにもう1ペニー支払うとスツールを使うことができた。観覧席の一つは富裕層や貴族が使うことができる、 小さな区画に分けられていた。劇場は、タイル屋根の木造建築で、シアターザを建設するのに使われた他の資材は、レンガ、砂、石灰、鉛、鉄だった。当時の書類作成が十分ではないため、シアターザの外観は詳しく知られていないが、オランダ人デ、デウィットの表現によれば、アンフィテアトルムであった。シアターザは1576年の秋に、おそらく、 ジェームズ・バーベッジがその一員であった、初代レスター博、ロバート・ダドリーの劇団である、レスター博一座の講演会場としてオープンした。1580年代には、ジェームズ・バーベッジの息子のリチャードが団員だった、海軍大臣一座が常駐していた。劇団とリチャードとの意見の衝突後、劇団員の大半は、フィリップ・ヘンズローのローズ座に移った。 リチャード・バーベッジ肖像画作者不詳1594年、リチャード・バーベッジは1597年までシアターザで講演を行った、宮内大臣一座の看板俳優となった。詩人で劇作家、俳優だったウィリアム・シェイクスピアも、また宮内大臣一座で雇用されており、彼の初期の儀曲のいくつかは、シアターザで初演が行われた。 1594年のクリスマスにリチャードは、他の二人の劇団員、ウィリアム・ケンプ、ウィリアム・シェイクスピアと共に、クリニチ宮殿の女王の前で演目を披露するために、招聘された。その後、エリザベス女王の前での公演は数多く行われ、シェイクスピアは、間違いなく、バーベッジがいずれかの宮殿を訪問するのに、しばしば追行した。リチャードの最も有名な役は、 シェイクスピアの刺激、リチャード三世のリチャード役である。バーゲッジがグローブ座を建てるために、シアター座を解体した後、数多くのシェイクスピアの戯曲は、夏の間グローブ座で上演され、冬の間は、バーベッジが所有していた、別の劇場、ブラックフライヤーズ劇場が使われた。ジョン・ブレインの未亡人マーガレットと、 元ビジネスパートナーのロバート・マイルズは、ブレインが1586年に亡くなった後、バーベッチ家に対して訴訟を起こした。ブレインが亡くなった時、バーベッチ家はマーガレットに対するその負債の返済を止めた。訴訟を起こした時、マーガレットとロバートは、シアターザを訪れて、そこにあるすべてのものの半分を要求した。リチャードはそれに同意せず、ロバート・マイルズに暴力を振るい、 ロバートとマーガレットは何も手にせず立ち去った。しかし、これで終わりではなく、マイルズは、バーベッジを他の二つの訴訟で倒そうと図ったが、いずれも失敗に終わった。シアターザーに関する、借地権は、ジェームズとジョン・ブレインによって抵当に入れられた末、ジョン・ハイドという人物の手に渡っていた。ハイドは30ポンドと引き換えに、借地権を譲渡する意思を見せていた。 リチャードの兄カスバートは、大倉卿の側近でパトロンであった、ウォルター・コープを通じて、ハイドと交渉し、借地権を独占して、マーガレットを事業から外した。リチャードとカスバートは、ジェームスとブレインが一旦借地権を手放した。以上、現所有者のカスバートが、全面的にシアターザの権利を有すると主張した。マーガレットは1593年に、ペストで亡くなった。 未解決の訴訟は、遺言によりロバート・マイルズに託されたが、マイルズは、数年後に、すべての訴訟を取り下げた。ブレインとの係争が終結した前後に、地主のジャイルズ・アレンとの間に、新しい訴訟問題が生じた。その結果、1597年には、区内大臣一座は、シアター座での公演中止を余儀なくされ、近くのカーテン座に移らざるを得なかった。借地契約は、 リチャードとカスバートの兄弟が父、ジェームズの死に際して承継していた。亡きジェームズが1576年にアレンと結んだ借地契約は20年間だけで、1596年に満了日が来た時にアレンは、劇場は演劇目的に限り5年間の契約とするよう要求した。バーベッジ側は同意せず、アレンと激しい訴訟合戦を繰り広げた。 しかしながら紛争が始まって間もなく、ジェームズが1597年の春に亡くなり、訴訟はリチャードとカスバートにより続けられた。荒廃したシアターザーの光景は、無名の風刺作家に数行の詩を書かせた。この状態は、バーベッジ兄弟に彼らの投資を守るために劇的な行動を強いることとなった。地主に反抗して、彼らの友人で財政的支援者のウィリアム・スミス、 当領のピーター・ストリートそれと10人から12人の労働者の助けを借りて、1598年12月28日の夜に彼らは劇場を解体し、その建設資材をブライドウェル宮殿近くの庭に移した。次の春が来て気候が良くなるとともに、資材はグローブ座として再構築するためにテムズ川を渡って運ばれた。ジャイルズ・アレンは、 その後1599年1月にシアターザの所有権を侵害したとしてピーター・ストリートに対し訴えを起こしストリートにはシアターザを解体し資材を運び出す権利はないことを主張した彼はまたカスバートとリチャードもその不法行為により訴えようとしたが逆提訴を受け敗訴したシアターザの跡地を示す名番2008年8月小日地の ニューインブロードウェイで発掘を行っていたロンドン博物館の考古学者たちはシアターザの北東部の角の痕跡と考えられる多角形構造の基礎を発見したことを発表したこの地区はタワーシアターカンパニーの新しい劇場の建設に使われる予定であるシアターザとシェイクスピアのシアターザへの関与を記念してカーテンロード86番から90番の間に2つの 名盤が掲げられている。ニューインヤードの角にある建物は現在ホックストンズの事務所で占められている。元の壁の残存する部分は新しい劇場に残される予定である。ありがとうございます。